はい、皆さん、こんにちは。今回は第135回です。それでは行きます。One aspect of the design which reflected not only Jobs' perfectionism but also his desire to control was that the device was tightly sealed.、このデザインの一つの側面っていうのは、Jobs の perfectionism、完璧主義だけじゃなくて、彼が全てをコントロールしたい。彼はコントロールフリークなんですよね。それをリフレクト反映するそのデザインの側面の一つは何かというと、Device was tightly sealed。 もうこのデバイスっていう彼の作ってるデバイスっていうのは tightly sealed だから封をされていると、そして分解開けられないということですよね。 The case could not be opened even to change the battery。 でケースは、まあ、この場合は iPhone の話ですけど、ケースは開けられないようになっていると、バッテリーをチェンジするためにさえも開けることはできない。バッテリーチェンジも一切できない。As with original Macintosh in 1984, Jobs did not want people fiddling inside. ちょうど1984年にマッキントッシュの初代のマッキントッシュの時のように、ジョブズはまあ、コンシューマーの人が、一般の人がですよ、fiddle inside、 中身を fiddle っていじくるっていうニュアンスですよね。中身をこういじくってほしくないということですよね。はい、そういうのを嫌ったわけですね。In fact, when Apple discovered in 2011 that the third-party repair shops were opening up the iPhone 4, it replaced the tiny screws with a tamper-resistant pentalobe screw that was impossible to open with a commercially available screwdriver.で実際2011年にアップルが次のことを発見したとき、何発見したのかというと、サードパーティーリペアショップだから第三者の修理屋、すなわちアップル以外のいわゆる別のいわゆる修理屋店、修理屋がですね、 iPhone 4を開けたんですよね。開けたということを知ったときに、アップルはどうしたかというと、 Replace A with B だから A を B と取り替えた。そのタイニースクルー、この iPhone 4にはちっちゃいスクリューがいくつかあったみたいですけど、それを何に取り替えたかというと、タンパーレジスタントペンタローブスクリュー。このタンパーレジスタントだから開けられないようにすると。タンパーっていうのはいじくるって言うんですね。要するにいじくるのレジスタント耐えるということ直訳で、いじくれないようにする。すなわち結局開けられないようにするということですよね。開けられないようにする。そのペンタローブというこれは商品名ですかね。ペンタローブスクルーというやつで取り替えたんですね。でこのペンタローブスクルーっていうのは impossible to open with a commercially available screwdriver だから、 commercially available ということは一般に商業的に手入れることができるという状況で、一般にそういう金具屋とかそういうところで売ってるスクルードライバーでは開けることができないんですよね。だからかなりプロ的なものがないと開けられないような、そういうスクリューなんですよね。それに取り替えたと。だから完全に iPhone 4は開けれないと、一般の人はね。 By not having a replaceable battery, it was possible to make the iPhone much thinner. で、その replaceable battery だから交換するバッテリーがいらないということによって、iPhone をはるかに thin、 薄いものにすることが可能になったと。バッテリーがね、交換用のバッテリーじゃないと内蔵なので、iPhone 自体が薄くなると。For Jobs, thinner was always better. ジョブにとってより薄いっていうのはより良いことだった。薄いのがいいと。He's always believed that thin is beautiful, said Tim Cook. Tim Cook は今の Apple の CEO ですね。ジョブズが信じたことは、thin is beautiful. 薄いのが綺麗なんだと。美しい。うん、薄いのが美だと。You can see that in all of the work. それを全ての、作品というか中で見ることができるということで、まあ、薄い方がどんなものでも綺麗だと。We have a thinnest notebook, thinnest smartphone, and we made the iPad thin and then even thinner. まあこの all of the work っていうのは、多分これは今の場合は Apple の製品のことを言ってますよね。Apple の製品の全てにおいて thin っていうのが分かると。例えば我々アップルは今まで一番薄いノートブックパソコン、一番薄いスマートフォン、それから iPad を薄くて
even thinner だからさらに薄いものにしてきたということで、とにかく薄くするっていうのがもうね、あの iPad 何でしたっけ、 Mac Air か、あれもめちゃめちゃ軽いですよね。 Thin is beautiful、 これがジョブズの哲学ですよね。それから Simplicity、 単純であること、この2つが一番考えとって重要ですね。シンプルであり Thin であるということですね。おめで、はい。